はい、それではですね、ここで、ちょっとですね、クラシカルスピンシステム、古典スピン系と言われているモデルにどのようなものがあるかということについてのお話をしていきたいと思います。ですね、これ、いずれもですね、確率的グラフィカルモデルの中で、特に統計力学という分野で、長く研究されてきた、イジングモデルから出発して、いろんな、モデルが考え出されてきた、その、いくつかを、列挙してみました。はい。まずですね、V は、すべてのノードの集合で、E はすべてのエッジの集合ということで、これは変わりません。それで、H っていう、エネルギー関数を S っていうですね、ノード数と同じだけのですね、個数の、ノード数だけの個数の状態変数、各ノードに状態変数が割り当てられていて、それで構成されている S っていうベクトル。ちゃんと書いた方がいいですね。S っていうベクトルは、これですね。はい。で、S っていう、要するに状態ベクトルですね。これで定義に対して定義されたエネルギー関数によってボルツマン分布が定義されて、で、Z は規格化定数で、これは、パーティションファンクションと呼ばれたりしていると。で、このパーティションファンクションのログを取ってマイナスをつけて、そして V 分の1するというような、ですから、ここ掛け算。で、こういうものを、で、ノード数無限大の極限を取るというような時に、このスモール F、まあ、KBT で割ってますけども、これは、サーモダイナミックリミットの下での、熱力学的極限の下での1ノードあたりの自由エネルギー、まあ、ヘルムホルツの自由エネルギーですね。これに対応していると。で、今までやってきたコンベンショナルなイジングモデルですね。コンベンショナルなイジングモデルってこういう形で、状態変数は、各状態変数はプラス1とマイナス1の2状態を取りますよと。で、それで、それに対してこんな風に、各エッジごとにですね、J×SISJ。で、各ノードごとに HISI。で、HI っていうのは全部のノードで同じにしてもいいんですが、この場合はこんな風に違う形で書いてあります。はい。それで、これに対して、これを、二状態じゃなくて多状態に、拡張したモデルの一つに、ポッツモデルというのがあります。状態数は0から 9-1 までの9状態。9状態っては9つという意味じゃなくて、OPQ の9っていうので状態数を表してやって、で、9が2の場合は、2の場合は、基本的にはですね、ちょっと変数変換すれば、イジングモデルと等価になることはすぐわかります。9が2の場合は、このイジングも、0と1っていう2つの状態を取るということで、クロネッカーのデルタを適当に変数変換すれば、イジングモデルに帰着されます。等価になります。はい。基本的に、本質的には等価になります。はい。で、このポッツモデル、0から 9-1 までの9状態なので、単にポッツモデル、9状態ポッツモデルっていう風に呼ぶ人もいます。では、こんな風に、SI と SJ、隣り合った SI と SJ が、同じ時に、の方が、隣り合う SI と SJ が異なる状態を取る時に比べてエネルギーが低くなるという、そういうようなモデルになってます。はい。SI と SJ が同じ時には、ここは1になって、ここマイナス J ですから、J がプラスの時には、J がプラスの時には、はい。で、こっちも、まあ、いいや、で、これ J がプラスの時なんですが、その時にはこんな風になってます。で、こっちも J プラスにしておきましょう。あとで、ね、これ J をマイナスにした場合なんていうかって話はまたしますが、とりあえず J はプラスに考えておいて、
こんな形にしておいて、そして、クロネッカーのデルタですから、SI と SJ は同じ時が1になりまして、J が正ですから、マイナス J ということで、エッジで結ばれた、二つのノードの状態が同じ状態であるときの方が、互いに異なるときよりも確率が、エネルギーが低くなって確率が上がるというような構造になっています。これが、ポッツモデルで、状態数を Q という字を使って、アルファベットを使って表すと、Q 状態ポッツモデルというふうに言われています。はい。で、ここでちょっと、さらに言っておくと、J が正の時ってのは、イジングモデルもポッツモデルも、互いに、エッジで結ばれた、2つの、ノードの状態が同じ時の方が、異なる時よりも、エネルギーが低くなって確率が上がるような構造になっているんですが、これは、あえて言えば、J が正の時のことを、J が正の時を、強磁性という言い方をします。強磁性イジングモデルと言ったり、強磁性ポッツモデルと言ったりしてます。そして、J が負の場合は、イジングモデルに対しては J が負の場合と正の場合と両方考えることがあって、今までずっと J は正というふうにしてきましたが、 J が負の場合はアンチフェロマグネティックイジングモデルというふうに言われています。で、 J が正の場合については、なんていうか、平均馬琴値の話をしてきたんですが、これはワイスという人が考えた平均馬琴値なんです。で、アンチフェロマグネティックの場合の平均馬琴値っていうのは、そのネールっていう人が、考えていて、で、これはまた別にちゃんときちんと書き下すことができます。はい。ということだけちょっと、フェロの場合は、ワイスの理論って言われていて、それに対してアンチフェロの場合は、ネールさんっていう人が、平均馬琴値の式を出しているというようなことだけちょっと、注意しておきます。で、これ以降いろんなモデルに対しても、フェロマグネティックの時とアンチフェロマグネティックの場合と、それぞれに、定義されます。なので、ここ、正というのは、これは、実は、強調して書いてはいけなくて、実際にはですね、正でも負でもどっちでもあり得ると。で、正の場合は強磁性イジングモデル。負の場合には反強磁性イジングモデルって言われていて、他の場合にも強磁性、反強磁性、フェロマグネティック、アンチフェロマグネティックっていう形で、名前を付けて呼んでいます。なぜかというと、強磁性材料と反強磁性材料ってあるわけです。で、それぞれのモデルになっているということです。はい。で、ポッツモデルまで今説明してきました。はい。SI、SJ をクロネッカーのデルタで置き換えたものだということです。はい。で、次、スピン S イジングモデル。S っていうのは、これ状態の、S が大きくなるとそれだけ状態が増えていくんですが、で、同時にこのスピン S っていうのは、これは量子力学で、シュレディンガー方程式の中から出てくる、スピン量子数ってやつですね。それと関係してます。で、ここではですね、それを、イジングモデルからの拡張という形で説明すると、SI っていう状態はマイナス S からプラス S までの状態、状態を取ると。で、合計で 2S プラス1個の状態となっている。2S プラス1。状態空間は、2S プラス1になっています。はい。それで、どんな風になってるかっていうと、例えば、S が2分、これがですね、しかも S っていうのは、いわゆる自然数と反正数、2分の1、2分の3、
2分の5。そういう場合と、を取っていきます。はい。で、S が2分の1ってなるの場合は、マイナス2分の1とプラス2分の1なので、ここの形で、プラスマイナス1の代わりに、マイナス2分の1とプラス2分の1がただかかってくるだけなので、J が、J を、J を、こちらの J、こちらの J を、こちらの J を、それをですね、適当に、定数倍することによって、イジングモデルと等価になります。本質的にはちょっと、なんていうか、定数倍、エネルギー関数を定数倍するだけというような言い方をSI と S、こちらの SI、SJ とこちらの SI、SJ は定数倍だけの違いで、基本的には、本質的には変わりません。その意味で、元々のイジングモデルと等価です。で、そして S が1の場合っていう時にこれを書いてやると、マイナス1、0、プラス1って3状態を取ります。S が2分の3の場合にこれを書いてやると、こんな風な形になるんですよ。4状態ですね。S が2の場合に書いてやると5状態。S が2分の5の場合だと6状態になります。というようなことで定義されていくということになります。で、このスピン S のイジングモデルの平均場方程式っていうのはどういう構造になってるかっていうと、基本的には普通のイジングモデルでハイパブリックタンジェント何がしで書かれているところが、ハイパブリックタンジェントをこういうブリラン関数みたいなものを使って置き換えるというようなことで、という形で与えられるのだということが知られています。はい。で、最後にですね、ブルームチャペルモデルっていうのをちょっとお話しします。で、これ、一般のスピン S でも定義できるんですが、一番最初はですね、スピン1ですから3状態の場合のイジングで考えられてました。はい。で、この場合ですね、どうなっているかっていうと、モデルとしてはですね、先ほどのこの SI、SJ の項の他にですね、こんな風に SI の事情の項を入れるんです。なぜ SI の事情の項を入れるかっていうと、で、ここプラスになってます。っていうことはどういうことかっていうと、マイナス1かプラス1の状態を取る場合よりも、0の状態を取る場合、真ん中の状態を取るときの方が、エネルギーが低くなるようにできています。はい。SI の事情は1になりますから、プラス1とマイナス1の場合1になりますから、SI が0の場合にエネルギーが下がって確率が上がるようにできています。はい。で、あとは相互作用の項はこんな風に、SI×SJ という形で相互作用ができています。はい。で、この場合の平均場方程式はこんな風に与えられるということがやはり知られています。で、これの解析を行った論文の一つとしてこんなのがあって、どうなってるかっていうと、こんな風に横軸にですね、ラージ D を取って、縦軸に TC、これのですね、M イコール0から、M イコール0じゃない解が突然ノントリビアルな解が出始めるところの境目をこうやって書いてやると、D が小さいところではですね、この形はセカンドオーダーのフェイズトランジションになります。で、D がある値よりも大きくなってくるとですね、一次相転が出てきます。そして、この中間のところをですね、トリクリティカルポイント、30臨界点と言います。トリクリティカルポイント、30臨界点という言葉を使って、表現している場合もあります。書きませんが、トリクリティカルポイント、30点。それがこの点です。で、セカンドオーダーフェーズトランジションと、ファーストオーダーフェーズトランジションの境目になっています。はい。これが、このブルームチャペルモデルの平均馬琴時としての、話として考えたときに出てくる相図です。はい。で、この、ブルームチャペルモデルなんですが、実は、D を適当な値にするとですね、こんな風に書き換えられることがさらには知られています。で、これ SI-SJ の事情になんか、J がかかっている形ということで、SI と SJ がもし連続値だったら、プラスマイナス無限大の連続値を取る場合だと、ちょうどこれ、ガウシアングラフィカルモデルになってたんです。はい。で、この場合はただし SI と SJ は3状態取りますので、3ステイトの離散のガウシアングラフィカルモデルになっているということです。はい。で、最後になりますが、ここの括弧の事情を絶対値に置き換えたモデルっていうのも実は統計物理ではあります。これは、ソリッドオンソリッドモデルと言われているやつで、これはまたちょっと違う想定が出てきます。
名前だけ挙げておきます。これは西森秀俊先生の相転移臨界現象の、あの、統計物理学、倍風間ですね。西森秀俊先生の相転移と、あの、相転移臨界現象の、統計物理学、倍風間。こちらの方に出、もう出てくるんですが、ソリッド・オン・ソリッドモデル。これは、あの、いわゆるラフニング相転移というですね、また、あの、ちょっと違った、あの、相転移が、あの、を、あの、出してくれるモデルとして知られているものです。はい。事情を一情にした話です。はい。というようなことで、このように、あの、で、こういうふうに、あの、なんていうか、あの、異人モデルは、状態数を、増やしていくことで、あの、2状態から3状態、4状態、5状態、どんどん増やしていくことで、様々なですね、あの、リッチなモデルに、拡張していくことができるという、一つのですね、状態数という意味での状態変数のですね、状態、取り得る状態数っていうものを増やしていった時のですね、のスタンスでの、拡張という話を、ちょっとここでしてみました。はい。ということで、まずはここで一度切りたいと思います。はい。ですね。あの、クラシカルスピンシステムっていうことで、古典スピン系に対してのですね、先ほど、前の動画ではですね、状態数を、イジングモデルの状態数から出発して、2状態から、あの、多状態を取るっていう形で、モデルを拡張していった場合の例について、あの、紹介しました。ここでは、今度はですね、イジングモデルのこのスピン、あの、イジングモデルの状態変数 SI を、プラスマイナスの、未知ではなくて、連続値に拡張するということと、あの、それから、連続値に拡張するということと、SI そのものを2成分持たせてやるということ。この二つの立場を同時に、あの、導入することで、自由度をですね、リッチなものに拡張していくというようなお話をしたいと思います。それはですね、古典 XY モデルっていうのと、古典ハイゼンベルグモデルというやつです。古典、クラシカルとついてるってことは、カンタム XY モデルとカンタムハイゼンベルグモデルっていうのがあります。これはですね、ここではですね、古典ハイゼンベルグモデルと古典 XY モデルについてのお話をします。まず固定 XY モデル、クラシカル XY モデルは SI と SI の SI を、あの2次元の、2つの状態変数に拡張します。で、拡張するんですが、SI 事乗と SI の X 事乗と SI の Y 事乗、X 成分と Y 成分の事乗が1になるという形で、転移してるんです。そうすると、横軸に SI、縦軸に、SI の X 成分、縦軸に、縦軸のに SI の Y 成分を書いてやると、を書いてやると、ちょうど、単円周上をくるっと回るような、こういう、この上は回っている。だから SI の絶対値が1になるっていう、ここの上を回っているという、こういうような自由度になるわけです。はい。で、それで、その時、これ単円周上で、ここの角度を、φi とします。で、そうすると、このちょうど、こういう青い、矢印が、これが、2π だけぐるぐる回っているような秒像になるわけです。はい。で、それに対して、ここの SISJ ですね。イジングモデルの SISJ を、ベクトルという意味での内積の SISJ に変えてやります。そうすると、
この SI の X と SJ の X っていうものから、こういう内積の形、それぞれ SI ベクトル、SJ ベクトルってこういう風な形になってますから、それ、添え字が片方は I で、片方が J ですね。で、これ、この内積取るとこうなって、これ、三角関数の加法定理から、こういう形に置き換えます。で、φi と φj は0と 2π の間を取ります。ということで、これは連続、こういうのをですね、連続スピン系というふうに言ってます。はい。です。これが、固定 xy モデルです。で、固定 xy モデルに一度拡張した上で、その上で離散を考える場合もあります。それがこれです。これは、これは、クロックモデルと言って、単円周上の状態をですね、N 分割するんです。N ってもうすでにこの辺で、ノード数で使ってますから、ここはさっきの、ポッツモデルと同じように Q にでもしておきますか。はい。という形で、こういう風な形で、Q 状態、Q クロックモデル。Q クロックモデル。はい。Q クロックモデル。例えば Q が、6だと6クロックモデル。よく、これで有名なのは6クロックモデルってのは特に有名です。はい。皆さん、6クロックモデルってちょっと、想定現象が、状態数が3状態クロックモデルなんかに比べると、非常に、特異な、想定現象が、起こってくるというような、起き始めるというようなことで、6クロックモデルってのは特に有名。はい。詳しいことはちょっとここでは、触れないでおきます。そこまでは、踏み込まないでおきます。とにかく、6クロックモデルってのは特に有名だということだけ言っておきます。はい。で、ここでは固定 XY モデルですね。Φ は、0、2π の間の連続子で、この形っていうのはまず、これが、固定 XY モデルの定義です。で、これ外場が入ってないのは、外場の入れ方っていうのはちょっとここでは省略しました。はい。で、それからですね、その外場も入った形でいろいろ書いてあるのが、この一番下に書いたんですが、西森先生とですね、オルリッツさんという人の書いた、Elements of Phase Transitions and Critical Phenomena と、Oxford University Press から出ている本があります。こちらの方のにですね、コステリッツ・サウレツ想定位っていう話と一緒にいろいろ書いてありますので、興味のある人はこの固定 XY モデルに関してはこちらの方を見てみてください。はい。で、それで、もちろんですね、日本語の方の西森秀俊先生の、想定位臨界現象の統計物理学でもこの XY モデル、外場をどういうふうに入れるかということも含めてきちんと書いてありますので、興味のある人はそちらも合わせて参照してください。はい。それで次、今度は固定ハイゼンベルグモデルとなります。で、今度はこれは2次元、2成分を3成分にした場合です。ですから、この場合はどうなるかっていうと、で、やっぱりですね、3成分のそれぞれ事情して、足したものは1になるっていう制約を入れてのこういうベクトルを考えている。そうすると今度はどうなるかっていうと、こんな風に XYZ 軸ですね。右手座標系ですから、右手座標系ですから、Z、X、これでいいんでしょうね。こうなりますね。で、その時に、この辺のところこういうふうにピッと取って、これ青い矢印をこう引いて、そうすると、この角度、Z 軸からの角度が θi です。で、そしてこういうふうに垂直に落としてやって。ね。その時の、ここ。えい。この時のこの X 軸からのこの角度が、これが φi になってます。ですからこれ色分けしますか。θi っていうのは、z 軸からの角度で、それから φi っていうのは、x 軸からの角度です。
これでいいはずですね、Z 方向。というふうになってます。はい。こういう形になってます。で、青のここの矢印が要するに SI のベクトルという形になっています。はい。それで、この場合もやっぱり内積で、そういう三成分を持つベクトルで書かれた SI という状態変数に対して、それぞれ内積を取ってやります。はい。そうすると、これ、内積の定義ですが、こう書かれて、で、それぞれ同じ成分同士掛け算して、そして足し算するってやりますと、こうなって、ここの、ですね、実はこのコサインシーターの方は、最後の成分の掛け算です。で、前の成分2つの掛け算でこんな風に出てきて、ここの、後ろの括弧の中身は、やっぱり、XY モデルの時と同じように、コサインに対する加法定理の式、標識の結果が出てますから、これをこう、加法定理の逆を使って戻してやると、こんな風になります。はい。というわけで、こんな形で、古典ハイゼンベルグモデルの連続スピン系としては、この場合もだから、コンティニアススピンシステムになってるわけです。になってるわけです。はい。コンティニアススピンシステムになってるわけです。はい。というようなことになってます。で、この、古典ハイデンベルグに関しても、ここの外場の項に対する項を入れようとしたときに、どう言えるかは、ここではですね、省略しましたが、入れ方には流儀がきちんとありますので、そこはですね、統計物理の、例えば西森先生の教科書とか、西森先生の教科書には書いてないかな。古典ハイゼンベルグの話、ちょっと覚えてないんですが、この場合にどうするかっていうのは、ここでは省略します。相互作用の項だけ、拡張すると、こういう風な標識になるんだよというところまでで、ここでは留めておきたいと思います。で、それで、この話、最後になりますが、マーミン・ウィグナーの定理ってあります。これもですね、西森先生とオルリッツさんの、エレメンツ・オブ・フェイズ・トランジション&クリティカル・フェノメナーの中に書いてあって、そこに書いてあるマーミン・ウィグナーの表、の表現をそのままここでは写して書いております。それで、要するに何言いたいかっていうと、二次元の空間、要するに正方格子とか、そういう二次元平面上の空間ですね。立方格子とかじゃなくて、正方格子。正方格子とかで、そういう二次元の、しかも、完全グラフみたいな、全結合型とかじゃない、要するにショートレンジインタラクションを持つような、ここの IJ っていうのが、要するに全結合じゃない。とにかく、例えば正方格子みたいに、近くの4つのノードとしか繋がってないような相互作用ですね。そういうものを考えて、しかも、その時の、コンティニアスデグリーオブフリーダムっていうのは、このシーターが 0,2π の連続値を取りますよとか、そういう意味です。はい。連続の、連続的なですね、自由度とシンメトリーを持つ。その取り得るですね、0と 2π に対して、ある種の、連続的な自由度を持つような場合には、その場合にはですね、有限温度ではですね、自発時価はですね、出てこない。ゼロのままであるということが、これがマーミン・ウィグナーの定理と言われています。で、これも、西森先生とオルリッツさんのこのエレメンツ・オブ・フェイズ・トラジション・アンド・クリティカル・フェノメナ・オックスフォード・ユニバーシティなんかに書いてあります。あるいは、日本語の本で西森秀俊先生の、相転移臨界現象の統計物理学にもこのマーミン・ウィグナーの話は書いてあります。はい。そのあたりで、見てみていただけるといいんじゃないかなと思ってます。はい。ここではですね、固定スピン系のですね、もう一つの拡張の側面っていうのを出しました。で、クラシカル XY モデルとクラシカルハイゼンベルグモデルっていう2種類あるんだよと。で、量子力学的に拡張した確率モデルを考えたときには、この XY モデルとハイゼンベルグモデルが、カンタム XY モデルとカンタムハイゼンベルグモデルという形で、さらに、出てくるというようなことになってきます。はい。
以上で大体ですね、古典スピン系におけるですね、まず、偉人モデルをですね、終えた後に、あとどんなモデルがあるんですかっていう話を、について、興味が及んだ場合には、こういう、まず拡張があるんですよという話をさせていただきました。はい。大体これで、古典スピン系に対してのですね、イジングモデルからの拡張についての基本的な項目の説明を終わりにしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。